七馬瓶反応は、ピリジン構造を持つ含む、窒素複素間式化合物に、金属アミドを反応させて、水素原子とアミの元が置き換えて、アミノ化された、生成物を得る有機合成反応である。反応の形式は、方向属嗅覚置換反応に分類される。下の図の例では、ピリジン1とナトリウムアミドから、2、アミノピリジン2が得られている。複生物として、 水素ガスが発生する。秩チチビン反応は、1914年に、ソビエト連邦の科学者、アレクセイ・秩チチビンらにより発表された。形式上、この反応の前後では、ヒドリドイオンとアミドアニオンが置き換わっているのだが、一般に言われる、中間体は図に示す3の形をした、不可体であり、そこから、水素分子が有利して生成物にに至る、ものとされている。 キノリン、イソキノリンを基質とした場合について、3に相当する中間体が NMR で同定された報告がある。ピリジンをアミノ化する場合、反応部位は2位に選択的であり、2、6位を適当な置換器で塞いだ基質を用いた場合にミみ4位がアミノ化される。用いられる基質は、ピリジン、キノリンなど、含む窒素複素乾式化合物の例がほとんどである。 反応温度は、ピリジンをアミノ化する場合では、摂氏100度以上の加熱を必要とするが、キノリンなどのより活性の高い気質では、室温以下でもアミノ化が進行する。溶媒としては、トルエンなどの方向属炭化水素や N、N、ジメチルアニリンなどが一般的で、無溶媒系も用いられる。気質の活性が高ければ、アンモニアも溶媒とされる。反応終了時には、 生成物は金属アミドの形をとっているため、水などで分解してアミンを有利させなければならない。チ,チバビン反応は、2、アミノピリジンなどを得る合成法として重要な反応であり、また、ベンゼン感とク素感との性質の違いを示す典型的な例でもある。創設、レフラー、MTO Organic Reactions 1942-1 19、バビン、AEZ で、OAJ ラス、サイズ、ケム、ソーク、1914、46、1216、ゾールチュークス、JA ヘルミック、LS オストライク、TM キング、RW 還、e. 月機、REJORG、ケム、1973、38、1947、ドイ、10.1021、乗例0 9 5 0 0 3 6 ありがとうございます。